じゃあ今からストレッチやりますね。で、よし。今日はね、足、下肢ですね。骨盤から下のストレッチを、まあ大きく分けて3つ、この間やった種目も合わせて、まあ3つぐらいをメインに、まあ聞かせ方がちょっと変わってくるので、やっていこうかなとは思ってます。で、この間の解剖学の復習ですけど、足ね、こう大腿部ね、こうもも裏ね、ふくらはぎ、下腿部ですね。で、足のね、こう先からこうビーッと、後面、前面とね、内、外とありますけど、まあ、ふくらはぎやと、ね、下腿三頭筋、ね、腓腹筋とヒラメ筋からなる下腿三頭筋、まあ、その奥に足の指を曲げたりする、ね、長縮筋とか長母縮筋とか、そういうのもありますよって話をこの間ちょっとやりました。で、ハムストリング、ね、もも裏、ね、それって内側、外側ありますよっていう話をちょっとしました。で、その上にお尻の筋肉、大臀筋があって、その上に中臀筋、で、その奥にさらにね、こう外旋筋とかね、いろいろ細かい筋肉が実はこの奥にはあるんですよって話をしましたけど、じゃあ足、後面をね、こう伸ばす上で、この間もちょっとお話をした、足首の角度によって伸びる場所がちょっと変わりますよ。膝の曲がり伸びによって伸びる場所が違いますよ。同じ前屈をしても、それの場所によって、ここをどうするかによって、ここをどうするかによって伸びる場所が変わってくるので、特に伸ばしたいって思うような場所を中心に、こうどうやってやりましょうかっていうのを、まあ、足の、ね、こう解剖図をもとにちょっとお話をしましたけど、今日はそれをどんどん動かしていこうかなと思います。じゃあまず中心の方から伸ばしていきます。股関節のストレッチ、この間ちょっとやりましたね。動画でもちょっと上げました。僕スコーピオンって呼んでるストレッチなんですけど、四つ這いの状態から片足を前に出します。手の真横に足を出します。その状態で肘を出してる足に近い方の肘をつけます。まず反対の手を伸ばしておいてもいいです。これがちゃんと地面につきますかっていうところですね。できればこの状態で胸はしっかり前に向けて、気持ち前向くぐらいの感じでこの姿勢取れるといいですね。特にマット使ってのセラピストさん、マット施術をされる方、やっぱこういう可動域が広い方が施術をする上でもすごく体重移動も取りやすくなってくるし、ご自身の姿勢が取りやすくなってくるので、これすごい大事なポジションです。これはね、当たり前のように肘がつくのがいいですね。で、片方つける人は両方つきましょう。まあ、これも楽勝やっていう人もいると思います。逆にこれできついな、もう肘とんでもないつきませんっていう人もいました。はい。やっぱそこはね、硬いと思ってやってもらった方がいいです。で、両肘もつける。これでもう大丈夫で、そういう人はさらに後ろの足をピンと伸ばしましょう。そうすると、さらに後ろの足の付け根も伸びてくるので、ここのストレッチ。まあ、こういうふうにこの状態をキープしてあげること。まあ、後ろの膝つきましょうか、とりあえず。で、一回戻しましょう。で、反対いきます。同じです。で、肘をつける。これ結構ね、左右差ある人多いんですよね。で、左右差あるってことは、それだけ筋肉は片方により引っ張られてるっていう可能性が高いので、やっぱりできる限り小さくしてあげた方がいいと思います。もちろんね、こう人間左右、ね、偏りがあるのは当たり前なので、多少やりやすさ違うのはあると思うんですけど、差が大きければ大きいほど体としてはバランスが悪いな、あんまりよろしいことではないかなと思います。じゃあ両方つけましょう。はい、この状態でできるだけね、呼吸はもうスムーズに自然と止めないようにしてください。特に硬いなと思う人はゆっくり呼吸してください。酸素ゆっくり送ってあげましょう、しっかり。はい、いけると思う人は後ろの足をピーンと伸ばします。
でこうやって伸ばした時のこの後ろの足のこの前側の付け根、結構左右差ある人もいますね。この伸びひん人って結構います。男性に多いですね。ピンと伸ばしましょうっつうと結構あれ伸びひんだ、ここが硬いと伸びないです。そういうのもね、あの自分がやって知っていくと、あこうするとここきついんやな、なんでやろうな、ああだからこうか、やっぱね自分の体を持って知っていくのってすごい大事だと思います。はい、戻して、はい、じゃあもうして、はい、もう一回反対いきます。じゃあ次はねつけて左右にこう体を動かします。同じ出してる足の方に肘ついて横にね体を倒していく、こういう風にするとこうやってついて横にこうやって動かす。あーこんばんは。この辺にねストレッチ感を感じると思うんですけど、鼠径部ね、ここは柔らかい方がいいです。大きい血管すごい通ってるんで、こうやって動くだけでも伸び縮みするし、それを緩めた時に血液が足の方にブワッといくから、結構末端まで血液が滞っている人なんかにはね、こう供給が開始されると思うんで、で戻して反対いきます。この状態に肘をついてこうやってね横に動きますこの辺ね、やっぱ左右で差ある人いると思いますけどね、苦手な方特にやってあげるといいと思いますね。まあ、もも裏の特に付け根の筋肉、まあハムストリングでもちょっと今こう外に開いてる分内側が伸びてくる、この辺、あとは内転筋、この間もちょっと言いましたね、内転筋、ハムストリングの内側に内転筋がある、このより恥骨や座骨に近いこの部分が今特に伸びてます。それは膝が曲がってる状態で体を前に倒してるから、よりこの辺が伸びてくる、まあ、そういうストレッチですね。これはじゃあこの付け根の方じゃなくて、もうちょっと下のもも裏全体を伸ばすためにはどうしようか。じゃあそれは片足を伸ばして、はい、この状態で曲げて膝を軽く曲げます。まっすぐピンと伸びるより曲げて、でつきます。で、この時にこう丸くなりやすい人多いんで、胸を前にしてこう見えるかな、頭から骨盤をできるだけ一直線、僕これでもちょっと丸くなってますけど、できるだけこう上に上げてあげる、胸を。そうするとこの全体が伸びてくると思います。はい、一回戻します。こっちにしますね。伸ばしてついて、右足立ってる方がしんどい、はい、で胸を前に倒していく、まあ、だから胸をこの膝に近づけていく感じですね。さっきのでね、多分右前左前どっちが楽とかっていうのはあると思うんですけど、それが結局体重の乗せやすい方乗せにくい方とかあったりすると思うんで、うまく乗せられてないとかね、そういう癖もねできるだけなくしていった方が、やっぱ施術する、ね、1日に3本4本とか入ってくると体が疲れてくるでしょうから、ね、自分の体をしっかりメンテナンスするっていう上でもどっちも同じぐらいにできた方がいいですよね。はい、戻します。足変えましょうか。伸ばして軽く膝曲がってていいので、手ついて胸を前にしていく。この時頭下げると背中丸くなりやすいので、胸を前にしていく。でなんで背中丸くなったらあかんかって、丸くなると骨盤は後ろに傾く、後傾していくんで、後傾していくと座骨の下にあるハムストリング、ここっていうのはこうすごく引っ張られにくくなってしまう、伸びにくくなってしまう。それこそそこを伸ばしたかったら骨盤を立てることが一番大事です。骨盤を立てるとは前傾するってことですね。まあ、この辺のこともね、もうちょっと噛み砕いてお話をね今後できたらなと思いますけど、はい、楽にして一回緩めて、でもう一回いきます。でこの時に足首そんなにどうこうしようとしなくていいです。楽にしてていいです。膝は曲がってる、足首も楽にしてる、そのおかげでもも裏がきっちり伸びてくる。
ここを上げてしまうとふくらはぎがメインになってきやすくなるんで、特にふくらはぎが硬い人はそうなっちゃうので、逆に緩めといた方がもも裏がちゃんと伸びる。膝をピーンと伸ばしてくると膝裏が伸びてくる。このもも裏を伸ばすって考えた時には軽く曲がってた方がいいので、よく前屈のストレッチ、膝曲がってるからちゃんと伸ばしてっていうのは、まあ、その膝裏を伸ばしたかったら合ってるんですけど、もも裏を伸ばしたい、付け根を伸ばしたいっていう時にそれを言うのは間違いになってくる。どこを伸ばしたいかで膝の曲げる曲げない、足首を上げる上げないっていうのは変わってくるので、その辺をねご自身でも感じていただいたらいいかなと思います。はい、楽にして汗かきます？まあ、冷房涼しいですよ。はい、さあ同じ形です。足変えます。さっきは膝を曲げましょう、ね、この辺伸ばしましょうって言いましたけど、次は逆に膝をしっかり伸ばしてください。膝をしっかりピーンと伸ばした状態で体を倒していきましょう。この時も丸くならない、膝を伸ばしたまま極力ね。でそれで胸を前に伸ばしていく、倒していくイメージ。丸まるんじゃなくて、ここを前に、胸骨を前に突き出していく。そうすることで膝裏に近いもも裏が伸びやすくなってくるかなと。でこの時足首を思いっきり上に上げると、あーってここも切れそうになるんで、足首は緩めといた方がもも裏がちゃんと伸びます。アキレス腱がここまでついてる、でふくらはぎの筋肉がある、これを思いっきり上げるとピーンって伸びるんで、よりここが伸びるんですよ。だここが伸びる前にこっちがきつくて止まっちゃう。ここを伸ばしたいんだったらここは緩めといた方が体は倒れる。もう一回緩めましょうか。わかりますかね。そういうふうにどこの関節をメインにするかで伸びる場所変わってくる。これはお客さんにストレッチをするときにも同じことが言えるので、自分で今お客さんの足のどこを伸ばしてるんだろうなっていうのを把握していくためには、そこら辺の構造を知っておく必要がありますね。膝を伸ばして足首は楽にする。そうするとここが伸びる。逆にふくらはぎ伸ばしましょうってなったら、足首こっから上げましょう。で例えばね、さっき指を曲げる筋肉もふくらはぎについてますって言いましたけど、それを最大限伸ばすためには指も反らしましょう。これで前に倒す。マジ切れそう。ふくらはぎ切れそう。そうすると多分ここら辺、足裏からここら辺が一番伸びると思うんですね。やば。さらに背中をまっすぐして、お尻をちょっと後ろに突き上げるような意識を持って、で胸骨、胸を前に出す。あ、そうするとしっかりここが伸びてきます。今ここも伸びてくると思うけど。よし、反対にしましょうか。こんな風にどこを今自分は伸ばしているのか。最初足首緩めて、膝伸ばして、このまんま胸を前に倒してます。ちなみにここなんか地面手届かへんっていう人は、なんか台になるもの、何でもいいと思います。ストレッチポールでもいいし、バスタオルでもいいし、クッションでもいいし、なんかブロックあればブロックでもいいし、はい、何でもいいです。これがある方がより骨盤がしっかり立つので、こういいヘルプしてくれます。膝を伸ばしたまま胸を前に倒すと、伸ばりとこの辺までしっかり伸びる。これを次は足首を上げて指も反らして、これで倒すとふくらはぎが切れそうになる、うん、でも呼吸が止まらん程度にやってあげてください。変に過緊張になるとね、きれいに伸びないですからね。はい、一回緩めましょう。で一番最初のはこうやって膝も曲がって、足首もこの状態で体を倒すことで、この付け根の方が伸びてました。今は膝を伸ばしてつま先を上げて、ね、これで前に倒すとより末端が伸びてきます。ここを緩めると膝裏が伸びてきます。
そんな風に歌詞の中でもこの人の特にどこを伸ばしたい、もちろん全部伸ばしたいありだと思います。まあ、ね、どっちのパターンも教えてあげればいいと思うし、でも特にこの人はここがいいな、特に骨盤が後ろに傾いて腰が、ね、こうフラットな状態、腰がいつも張ってるようなお尻もカチカチ、もも裏もカチカチ、多分そういう人にこれやるとね、多分もう全く伸びないです、ここまでいかない。だからまずは一番大きい股関節の大きい筋肉を最初にやった、まあ、こういう風に伸ばせる方がいいかなって。とはいえ多分男性でこのポジションほぼほぼ取れないです。まあしんどいと思います、まあ、だからつかなくてもいいよ。例えばなんかこういう椅子があったら別にここに手を置いてこれでこうやって倒すだけでもいい。でなおかつこっちの手でこうやって肘をここに置いてこうやって倒すだけ、これでも多分ここは伸びると思います。逆に柔らかい人はこれだけじゃ全然伸びひんかな、まあ、こういうふうにねここら辺を伸ばしてあげる、逆もいいし、こうやってこっちの肘で膝を外に押しやりながら体を倒してあげる。でここに支えといてあげる、まあ、そうするとこの股関節が伸びてくるかな。硬い人向けですねこれは。でこれもっとね開いてあげるとさらに内側が伸びてくるかな。あんまり開くと次バランスが取りづらくなるから難しいと思うんですけど、まあ、こうやってやってあげることでよりストレッチ股関節に効いてくるかなと思います。でもっと特にここら辺内もも、ね、この間言ったもも裏から内ももに行くと内転筋がこうやってたくさんついてます、ね、ここの奥には血管もいっぱい通ってて、で鼠径部の筋肉あって、まあ、この辺硬いと骨盤の動きも悪くなるし、まあ、そういう人におすすめなのが、まあ、カエル、カエル足ってよくいろんな方面で使われてますけど、四つ這いの状態で足を体の倍ぐらい開いて足閉じちゃっていいです、ね、こう分かりますかね、ここね、でこの状態で手が肩より真下より1個前ぐらい、後で横で見せますね。このままお尻を下げていって頭を上げる。この時に頭から骨盤がまっすぐなりたいんですね。じゃあこれどういうことって横向きにいきますね。まず四つ這い、ここから手は1個分ぐらい前で、足は倍ぐらい開いて閉じる。お尻引いて、この時に頭が高くこれぐらいの角度、お尻まで、この姿勢なんか取ってあげると骨盤周りすごいいいストレッチになります。で特に骨盤が後傾している人にこういう上下動すごくいいストレッチです。伸びる場所自体はもも裏の内の方から内転筋の付け根、まあ、特に内転筋、ね、この鼠径部、内もものとこですね。ただこれをぐーっとしっかり背中まっすぐしてあげることで少し背中にも効いてくるし、よりいい姿勢を作るためのストレッチですね。猫背の人なんかにもすごくいいと思います。でこれ一回戻します。これもね左右差ある人います。結構開いて、さっきと一緒ですね、閉じて落とす、そのまま手を前にした状態で体をこっちに倒す。この時肘が床についてるぐらい、そうすると今倒してる側の股関節がより伸びる。でさらにこっちの手を前の方に置く、そうすることでこの脇も伸びてきます。これ両方すごく大事な場所です。この脇が伸びてるのはね、この辺は広背筋、この間、ね、大きい筋肉、広い筋肉としてお見せしましたけれども、まあ、そこら辺一緒に伸びてくるかなと思います。反対も。ね、やっぱ人によってね、左右なんか詰まり感違うな、伸び感違うな、こっち硬いな、こっち行かへんな、ね。これもね、そうやって自分の左右差を知っていくこと。
やっぱここら辺の左右差が大きいことで骨盤のいわゆる歪みみたいなのにつながってくるし、でそれを改善することにもつながってくる。いくら外から押してグリグリなんか骨盤矯正みたいなことやっても結局普段の使い方がおかしかったらすぐ戻るんですよ。だからやっぱりセルフケアって必要で、本当に直したかったらやっぱ自分で動かさないと治らない。人からやられたものを自分、ね、自分の、なんだろう、自分で動かさないと自分のものにならないんで、反対、まあ、人にやってもらう人の力を借りて調整していきながらそれを維持できるように、なおかつ自分の体にそれを植え込むためにプログラムしていくために、やっぱりセルフでもやらないと自分のものにはなかなかならないです。まあ、こんな風に左右に動かしたら、まあゆっくり戻してくる。硬い人はね、これゆっくり戻さんと結構痛いですからね。まあ、こんな風にしていってあげると、この内もも、ももの付け根、このこういう部分ですね、がしっかり伸びてきてくれます。こういうのをしっかりした上で、さっきのね、こういうのにまた足こうやって肘つけて、よいしょ、まあ、こうやってやってあげると、さっきよりも多分伸びやすくなったり、まあ、硬い人からしたらもうちょっとこっちのは楽になるかなっていうこと。で、この2つセットにすると多分骨盤周り結構いいストレッチできると思います。はい。どのストレッチ？今開脚してたのは、僕はカエルの、なんて、カエルストレッチってつけてますけど、はい。これは別に名前、ストレッチって名前とかよくわからんのですよね、僕が都合のいいようには呼んでるけど。エクササイズもそうなんですけどね。なんか名前ってね、いっぱいあるんですよね。みんなそれぞれ名前つけるから、反対も。なんかいろんな名前があるから、これとこれ、同じじゃないんですか？いや、同じですよ、みたいな。さっきのだからカエルで入れてますね。よいしょ。まあ、こういう。で、やっぱり大きい筋肉って一番影響力があるんで、そういう意味では股関節のストレッチすごい大事だと思います。やっぱ腰痛なんかにね、すごい関係するし、まあ、それこそ肩こりにも影響してくるだろうし、もっと足のむくみや足のだるさっていうところにもつながってくるし、それだけ大きいところからまず攻めるっていうのは大事なことかなと思います。で、さっきのふくらはぎ、硬い人も結構いますね。まあ、この状態で足首上げるのが相当きつい。まあ、こういう人に向いてるのが、まあ、ダウンドッグっていうヨガのエクササイズですね。まあ、これ同じですね。肩、大体これぐらい、真下ぐらいにまずやって、ももも地面に垂直ぐらい。足の指立てて、ここから、ちょっと打つない。この辺から行こうか。ここから、尻を下げて、かかとをつける。膝を伸ばす。お尻を後ろに突き上げる。これで、こう丸くならん、丸、ん？丸ってどうや。骨盤が後傾すると丸くなっちゃうので、後ろに突き上げる。できるだけ三角形を作っていくイメージですね。戻します。もう一回いきますね。手で斜めに押すことも大事。ここからお尻下げて、この手の付け根、手根で床を押す。胸を地面に近づけるイメージで、かかとをつけて膝を伸ばす。そしてお尻は高く。はい、戻します。この姿勢結構取るの難しい。ちょっと大変ですけどね、最初のうちはね。で、かかとつかへんっていう人、上げます。つかへん状態だったら片方を緩めると片方つきやすくなります。1個ずつこうやって伸ばしてる方はちゃんとかかとつけるように、反対緩めて、こうやって交互にやるのもありかなと。これはいくつかやった後に、もう一回、お尻を
上げ。こういうふうにしていくとだんだんいくようになるかな。あとは慣れてきたら、まあ、バリエーションとして手の位置をもっと前にしてあげる。これじゃなくて、もうこの腕立てぐらいの姿勢。この状態で肩を伸ばした。こっからお尻をぐーっと、そうするとね、もっときついです。かかとつかへん。よいしょ。その代わりね、背中にこっちの方が効きます。ぐーっと地面により胸を近づける。胸骨だけを近づける。で、お尻は後ろ、手で床を押す。その中で膝を伸ばしてかかとをつける。さらにいける人はここから片足を上げる。そうすると、こっちの足、上の足はできるだけ高く、下の足はかかとをつけて膝を伸ばす。ああ、しんどってなります。まあ、ここまでがまあ一連の流れかな。まずここから軽く踏んで、まず伸びるようにして、で、まあ、両足でつけて、いけたら手前にして、腕立ての姿勢を作って、お尻下げる。この状態から足を上げてキープ。上がる人めっちゃ上がりますよね。僕全然上がらないけど。で、戻して、反対。これヨガの流れになると、ここから足を前に出してみたいな流れが。そうすると、さっきのね、さっきのこの姿勢になるんですよね。だから、この股関節まで伸びる。さあ、これだけやろうか。最後、お尻下げます。足後ろに上げます。そっから手の横に出す。そうすると、ここの股関節のストレッチにもなってくる。まあ、一連の流れですね、これはね。まあ、こうやってふくらはぎやもも裏、内もも、お尻、こういろんなつながりを感じながらストレッチができると、こうなんとなく体の構造が理解できてくるかな。あ、ここの筋肉こうやって伸びるな。あ、ここからここすげえ伸びるな。これ左右ですごい差あるなとか。まあ、そうすると、自分の体のことも理解していって、いや、自分の体がなんかこれ苦手でこれ苦手で、で、普段からこういうところが痛くなりやすい。あ、じゃあここの関係があるかな。じゃあそこのストレッチやってみよう。やった後楽になるとかあったら、あ、じゃあこういうふうにやったら楽になるんやな。それなんでやろうな。ちょっと解剖学の本とか見ながら、アプリとか見ながら。あ、でもこれの可能性あるな。じゃあお客さんに似たような人、あの人おるな。じゃあそこをちょっとマッサージしっかりほぐしてみて。で、ちょっと似たようなストレッチを教えて、どうなるかやってみようかな。まあ、こんな風にいろいろ、なんか思考回路がね、つながっていくことができれば、よりレベルが上がっていくかな。で、それが別にストレッチだけじゃなくてもね、マッサージにも生きると思うし、セルフケアじゃなくてパートナーストレッチでも生きるかもしれないし、まあ、それとマッサージをうまく組み合わせてもいいと思うし、あとはもうそういうのはもう結局はマニュアルじゃなくてオリジナル。まあね、いかにアドリブが効くか。アドリブ効かせるためには結局ある程度の知識や経験っていうのが必要になってくる。その経験を積むために、自分の体を使って経験することも一つだと思うので、ね、やっぱいろんなマッサージを受けるのもそうだけど、やっぱ自分の体を自分で動かすっていうのも、やっぱり人に施術をしている以上、やっぱりやった方がいいことやと思うんで、まあ今日いくつかやりましたけど、まあ何かの参考になれば、まあ今日は解説多めでやりましたけど、まあひたすら動く日も作ってもいいかなとも思ってますので、その辺もまたおいおいやっていきましょう。まあ、今日はそんな感じの下肢のストレッチで勉強というふうにやりました。ご参加ありがとうございました。じゃあまたやりましょう。